大谷翔平、30が所属するドジャースとパドレスのナショナルリーグディビジョンシリーズ第4戦でドジャースの強力打線が火を吹き8-0の圧勝を収めた試合前ドジャースの主力打者フリーマン35が足の負傷により急遽先発メンバーから外れることになったさらにこの日は先発投手がブルペン待機という状況でドジャースは苦戦を強いられるかと思われたが1回表にベッツ31が2試合連続となるホームランを放ち 先制点を奪った。ベッツは見事にスランプを脱し,し、完全復活を遂げていた。2試合連続で先制点を挙げたドジャースは、2回に西一。3塁のチャンスを作り、大谷がタイムリーヒットを放ち、追加点を奪取。これにより、パドレスの先発シース、28を苦しめた。続いて、ベッツがホイング、27から敵地打を放ち、さらに2点を追加。ドジャースの打撃勢の勢いはとどまるところを知らない。3回には 4番のマンシー34が二塁打で出塁しその後スミス29がセンターへの二ンホームランを放ったシリーズ初安打にして大きな一撃となりスコアは5-0に大きなリードを奪った打線を支えるかのようにドジャースの投手陣も奮闘を見せた先発のブレイシア37は2回途中までパドレス打線をノーヒットに抑えその後バンダ31コペック28ベシア28 フィリップス30の後投手が次々と登板し5回までにパドレス打線をわずか3安打に封じ込めたリードをさらに広げたいドジャースは7回に至球とエラーで 1, 1・13塁のチャンスを作りエドマン29が左打席からスクイズを試みたこのプレーで3塁走者のマンシーが生還しドジャースは6点目を追加した続く7回には交代直後のペラルタ33からラックス26 が2ランホームランを放ちさらに2点を加えてスコアを8、0としパドレスを大きく突き放した大量リードを保ったドジャースだが7回以降もベテランのハドソン37やトライネン36がパドレス打線を完封し最後はナック27が試合を締めくくったベッツ大谷スミスらを含むドジャースのスター軍団はパドレス投手陣を粉砕しシリーズの戦績を2勝2敗のタイに持ち込んだ しかし、4回表には不運なプレイがあり、ベンチ内では珍しく感情的な場面が見られた。4回、1市から4球で出塁した大谷は、続くムーキー・ベッツのセンターフライで2塁へタッチアップする積極的な走塁を見せた。その後、2市で3番打者テオスカー・フェルナンデスが長打を放ち、大谷も本塁を狙ったが、打球が3塁塁審の手に当たるというアクシデントが発生。すぐさま3塁手のマニー・マチャドがボールを拾い、 素早く本塁に送球して大谷をタッチアウトにした大谷は打球が通過すると思い込んでおり本塁で呆然と立ち尽くしたその後放送映像では大谷がベンチで映像を確認し怒りをあらわにしてフィールドに向かって何かを叫ぶ様子が映し出されたドジャースの最新情報を発信しているドジャースネーションも X 旧ツイッターで三塁累進の妨害をリプレイで確認して激怒していたと驚きを示し 大谷が怒るのは珍しいとの反応を見せたドジャース専門の別のサイトドジャースインサイダーも公式 X を更新し NLDS ナショナルリーグディビジョンシリーズでどれだけ不運なプレーがあったのかとコメントしたさらに二塁打になりそうな打球が三塁塁審に当たり大谷が本塁でアウトになったと続け予想外の出来事に対する落胆を隠しきれない様子だった正直言って彼があれほど冷静でいられるとは驚いた 普段は感情を抑えて落ち着いているタイプだが、あのプレーを見た時は本当に素晴らしいと感じた。彼はまさに完璧なリーダーであり、その瞬間の判断は正しかったと思う。本類でのプレーを選んだことで、試合の流れが大きく変わり、そのゴールが試合展開に与えた影響は計り知れない。チームを勝利へと導いた。冷静さを失ったかと思ったが、実際には落ち着いて全力でプレーしていたことが分かり、その場面には感銘を受けた。 そしてすぐに次のプレーに集中した。ディビジョンシリーズの最終戦となる第5戦は、パドレスの本拠地であるドジャースタジアムで行われる予定だ。試合後、パドレスの先発投手としてダルビッシュ優が第5戦に登板することが発表され、この第1番に挑むことになった。一方、勝利を手にして本拠地に戻ったドジャースのロバーツ監督は、先発投手について明言を避け、まだ誰が先発するかはわからない。明日の練習後に決める予定だ、と語った。 シリーズ初戦で先発した山本は、その日の試合前にブルペンで投球練習を行った。また、第2戦に先発したフレアティも、試合後にブルペンで投球練習をするという異例の対応を見せた。山本はシリーズ第1戦から5日間の休養を取っており、ダルビッシュは第2戦から4日間の休養を経ている。ポストシーズンで両チームが日本人投手を先発させるのは、史上初めての出来事となる。今日の試合では、ドジャースがどんな犠牲を払ってでも勝利を手にする。 といいう強い意志を見せた一度失敗したスクイズを再び試み得点には結びつかなかったものの不運にも屈せず大谷がセンターフライで一塁からタッチアップするなどチーム全員で勝利を目指す姿勢が感じられたこの結果あさってのドジャースタジアムではダルビッシュと山本の投げ合いが実現する可能性が高まった両チームが互いに譲らない状況となり非常に白熱した試合が期待できるだろう打線の活躍も見事だったが 8人の投手を起用しながらも完封勝利を収めたのは大きかった。現在のチーム状況を考えると、もし3連敗を喫していたら打つ手がなかっただろうが、選手たちの懸命な努力が決定戦まで進む原動力となったと言えるだろう。次戦で勝敗が決まる状況で、ドジャースが勝利を収めたのは大きな成果だった。チームのスーパースターたちが、1勝に向けて全力を尽くす姿には、彼らの誇りが感じられる。ディビジョンシリーズでのマチャドの守備にないかしらの。 出来事が起こるのは興味深い。ラインズマンの動きがやや遅く。ポストシーズンの審判を務めるなら、もう少し機敏であってほしいと感じる。しかし、大谷の熱い声援がドジャース打線を鼓舞し、8得点という大量得点につながったと信じたい。エドマンのスクイーズやラックスの2ランホームランは大きな勝因だった。最終戦でありながら初戦でもあるため、多少の迷いがあるかもしれませんが、おそらく山本が先発するでしょう。彼には大きな責任がのしかかりますが。 1> 第1戦で見られた請求難を修正し好投することができるでしょうか振り返ると今シーズンの開幕戦も韓国戦で山本が先発しましたその時は敗戦スタートとなりましたが今回は勝利で締めくくることができるでしょうか控え投手の余裕がないドジャースにとってそして一発勝負である以上先発投手の出来不出来が試合に与える影響は非常に大きいですパドレスは先発にダルビッシュを起用する可能性があります 第2戦からの休養期間は短いですが、投球数が初戦から無理のない範囲であれば、当番は十分にあり得るでしょう。先発投手の調子も良好で、しかも第1番の最終決戦となるため、多少の無理を押してでも投げる可能性が高いと思われます。そうなれば、MLB で活躍する日本人トップクラスの先発投手同士が、負けられない真剣なポストシーズンの舞台で対決することになります。日本野球の進化を感じさせる瞬間です。両チームとも、 一歩も譲らずに勝利を目指すことでしょう大谷の2連勝すればいいだけという言葉が現実になりつつあるようだいずれにせよドジャースにとって最も重要なのは先発投手が序盤で大量失点を避けることだと思う次の試合では両チームが総力を挙げて投手を投入してくるだろう次のステージに進むことは大谷にとってだけでなくドジャース全体にとっても真剣な目標であるためその目標をぜひ達成してほしいと願っている結局のところ 審判も運命の一部に過ぎない。逆の結果だって起こりうるし。